グライダーに興味があるから？それとも私たちが楽しそうだったから？それは。私、この場所が好きで、ヨルちゃんと二人で時々遊びに来てたんです。ここでおじいちゃんが飛行機を作ってたって言ってたから。あの日も二人でここに来てました。そしたら湖の向こうから白い飛行機が飛んできて、その時まで私はグライダーっていう名前も知らなかったんです。それもしかして私たち？いつのフライトだろう。それからまたグライダーが見たくてここで待つようになりました。ほとんど毎日来てたけど、ウインチが壊れてしばらく飛べなかったのよね。それからしばらくして、あれは夏休みの終わりくらいだったと思います。家で嫌なことがあって、私ここに一晩中隠れてたんです。気がつくと窓から光が差してて、外に出てみたら明け方の空にすごく綺麗な雲が浮かんでました。紫とピンクの空に筆で描いたみたいな一筋の雲が浮かんでて、ヨルちゃんと一緒に見てました。そしたらそこへ、グライダーが飛んでました。あの時はまだそれがグライダーってことすらよく分かってなかったですけどね。ヨルちゃんに教えてもらってそれで分かって、でもずっと見てました。不思議な雲が消えるまでずっと。それが理由なの？はい、私自分に何ができるとか何がしたいのかとかまだよく分かってないけど、でもいても立ってもいられないんです。あの日見た光景が忘れられないんです。
ことり。あなたしかいないわ、うちの新入部員になれるのは。ようこそソアリング部へ。本当にいいんですか？だって私、グライダーのこと何も知らないし、あのトリアもないし。でも全部の作業がそうってわけじゃないしね。皆さんが？ええ、何の問題もないわ。ここを貸してもらえるだけでもお釣りが来るくらい助かっちゃうし。それに共犯に来ちゃえば秘密をばらされる心配もないしね。その通り。というわけだから今日からよろしくね、アサ。はい、よろしくお願いします、先輩。私は入らないから。これでやっと始められるわね。飛ぶための準備をね。などいても狭い部屋は狭いわね。広すぎるよりは狭い方が落ち着くよ。ほら見て見て、ヨルちゃん、隅っこ。葵さんの部屋も私好きでした。パパの部屋みたいな匂いがするとか言ってたもんね。言っちゃダメだよ、ヨルちゃん。Thank you.
いはい。お邪魔しまーす。おお、やっと片付いたんだね。お隣に住んでるものでーす。これ、お裾分け。どうぞよろしくお願いします、かなこさん。はいよ、こちらこそよろしくね。困ったことがあったら言ってね。お隣同士助け合っていきましょう。はい、ありがとうございます。はいよ。ございました。精一杯頑張りますので。私は貸すとは言ってないので。やっほー、あかりちゃん。こんにちは、かなこさん。やけにご機嫌ね。えへん、ちょっとね。うちの寮に新しい子が来たんだけどさ。例の、水瀬葵が寮母を務めているという不純な寮に？そうそう、そのいかがわしい寮に。すっごい可愛い子なんだけどさ、うまくなじめないみたいで心配してたんだよ。でもやっと打ち解けてきたみたいで。ふん、あなたって案外面倒見がいいのね。そっちはどうなの？生徒会気合い入れてやってるみたいだけど。問題は多いけど一つずつ解消していってるわ。中でも一番厄介なのがソアリング部？そうよ。まったく、望月先輩が引退なさったんだから他のこと始めればいいものよ。そんなこと言って結構応援してるくせに。してません。私はいつだって公正なだけです。ふーん、先生はちっとも公正じゃないのにね。でさ、その新しい子もスワリング部に。お、噂をすれば。はーい、あさちゃーん。お、あ、かなこさん、こんにちは。どうも。何してんの？葵先輩たちを探してるんです。部活のことでお話があって。